こんにちは。バーアカデミー堀秀夫です。今日はね、FBA 費用節約と、まあ、納品費用。まあ、よく聞くのが、まあえー、ダンボール、中古のダンボールに関しての質問なんですけど、まあ、これはもうダンボールはね、えー、新品のがいいです。FBA 納品全体でね、えー、節約できる箇所、節約するつもりがね、全然節約にならないもの。 えー、節約しない方がいい方がもの、えー、等ありますすでそれについいいてちょっとと解説したいと思いますまず、バーコードラベル、ねえー。これは安いのから高いのまで、えー、いくつもありますけど、まあ、レビューなんかを見てね、行くと、この A1 の24面のラベルシールが、えー、いいようです、ねえー。いいようですってのは、私は主に日本でやってたろと同じ用紙を使ってたんでね、えー きれいに剥がせるシールを使ってたんですけど、ただ、オーストラリアに納品する場合ね、きれいに剥がせる必要はないんで、逆にきれいに剥がせちゃうと、えー、輸送中に剥がれちゃうと、ね、あるいは納品の時剥がれちゃうというような危険があるんでね、もう剥がれない、えー、しっかりつくシールを使った方がいいです。で、他の安く売ってる商品なんかのレビューを見ると、紙がね、えー、波打ってて、えー、ダメだったとか、インクが滲んで使えないとか、えー、そういうセリフがあって、 これ、バーコードを、ね、印刷して、それがにじんじゃうと読み取れませんから、使い物にならないです。で、まあね、えー、高くても安くても1枚あたりの差額は、まあ、本当に何円なんで、まあ、1シートで考えても何十円ですね。で、ここで何十円とか100円を蹴散って、えー、使えないえ、ね、使いにくい紙を使うとか、あるいは、ねえー、納品したのにそれが不明で納品できなかったということが起こりうるリスクを考えると、ここは。 出るところでではないんで、えー、使いやすいラ、えー、ベルシールを使ってください。まあレビューなんかを見た限りだとこれいいです。まあこれでいい,いいんじゃないかと。でね、えー、たくさん貼れるように言って48面とか貼るとこれちょっとずれたりなんだりで非常に使いにくいです。で1シート24面貼れて例えばね、えー、結構な量を送っても1回の納品が、ね、500個超えてますというような形だったらまた、えー、状況変わるかもしれませんけど。 少なくとも1回の納品が100個以下であればねえ例えばこれ4枚で96個納品できるわけですからまあ48面にしてねえ30円とか40円ケチる必要もないし使いにくい48面でねえプリンター調整してなんて言ってね2枚失敗したら一緒になっちゃいますのでえ24面で使う方がいいです、まあ、他にもね えー、バーコードシールの上に貼ってバーコードを隠さなきゃいけないというようなことを考えると小さなものだと1枚だと済まないとか、まあ、なんだかんだもう本当に、えー、よっぽど特殊な商品以外はこの24面使って OK で、まあ、24面ね、えー、貼れないんです貼りにくいんですって商品の場合はまたご相談くださいであとよくご相談がある段ボール どうしてもね、えー、ダンボールごときには金払うのもったいないとかね、えー、なんかちょっと調べると、せどりノウハウを発信している人がたくさんいるんで、ダンボールはスーパーでもらえばいいとかね、中古で十分とかいろいろ書いてあるのがあるんで、段、まあ、ボール買うの抵抗ある人多いんですけど、ダンボールははっきり言って買った方がいいです。ね、でもう食,食品持ち込みにも厳しいですし、オーストラリアはね、えー、泥もダメと。 ね、で、これね、えー、段ボール、例えば、食品とかね、肉とか野菜入ったことありませんって言っても、それをね、えー、説明する機会はありません。そう思われた時点でアウトです。で、そう考えると、まあ、新品、まあ、中古でね、明らかに、えー、肉とか野菜入ってなかったろうという本は、例えばね、アマゾンの段ボールだったとかいうのありますけど、アマゾンの日本の段ボール、ちょっと弱いしね、 そう考えると一番のおすすめはこの U パックの段ボールを毎回買うとちょっとねこの10枚セットとかで通販で買うと安いんですけどちょっと安いんですけどねただすんごい邪魔です信じられないぐらい邪魔ですであとね 送られてきた段ボールが汚れてたっていうレビューがあるんですけど、オーストラリアね、泥がついてたらもうアウトなんで、よ汚れた、送られてきた、ね、段ボールがあったら、それ返品して交換しなきゃいけないと。そういう手間と邪魔さ加減を考えると、もう郵便局の u パックのこのね、特大っていう段ボール、ね、これを使って、で、 送るたびにね、週間に来てもらうたびに1個新しいのを買うと。そうするとね、えー、その段ボール組み立てて、その中に商品詰めて、いっぱいになったら重さ測って、えー、この重さで送ろうというふうにね、送ればいいわけですし、まあ一番スムーズなんで、このこの流れがおすすめです。U パックの段ボールを週刊の時に持ってきてもらうっていうのがおすすめです。でえー、ちなみにね、えー、これ、 送料、例えば6キロで送ると1万100円ですから、段ボール三370円ケチってね、で、商品が入って、例えば100回に1回でも跳ねられちゃったらね、えー、全然その中古の段ボールを使う意味とかないです。そう考えたらもうね、段ボールは新品一択かなという感じです。であと、この送料のね、区切りの話で、はかり。まあ、カタログ作るときでもね、はかりあった方がいいですし、 例えば送料の区切りで、まあ、今回ね、えー、重さが、えー、これが6キロ、これ7キロ、8キロなんですけど、1キロごとにね、1100円上がってきます。だから、例えばね、重さが600、えー、6.5キロだったら、あと500グラムあるんでね、えー、じゃあ、今回はちょっと、あと500グラム分は、送料を無視して、商品探しちゃおうって言って商品を詰めるとかね、あるいは、えー、6、 1> 6 1キロね、1 0 0ムオーバーしてる場合は、じゃあこのね、1 5 0ムの商品を外して、で、今回は6キロで送ろうというような調整ができるんで、この送る目安もつけやすいですし、そういうふうにね、送料の区切りで得するように送った方がいいんで、測りはあった方がいいです。ね、これ6900、ん ?6996 円か。 6九9 6円ですから、まあ、えー、そうですね、数回、間違いなく1年以内には元取れますし、まあ数回送るんだったらもう、あの、これは全然、えー、あった方が得なんで、まあ測りは投資しといた方がいいかなと。で、微妙に迷うな、プチプチ。ね、えー、デメリットは邪魔。すごい邪魔です。でかいんでね。ただ、えー、新聞紙とか、新聞最近取ってない家も多いですしね。で、 新聞は重さがあるんで、意外に新聞で詰めていくとね、えー、その新聞の重さだけでね、100g、200g いっちゃったりするんで、置く場所さえあればプチプチ、ね、新品のプチプチ買っといた方がいいと。で、隙間これで埋める。で、まあ、プチプチの場合ね、なんか物を買えばついてきたりするんですけど、あれを取っとくのもまた,た邪魔なんですよね。って考えたら、まあ、迷うとこだけどプチプチ、ね、置く場所あったら買った方がいいなというところで、えー まあ、メインはダンボールでしたけど、まあ、も段ボールは新品、えーねあの。これは肉とか野菜入ってなかったんですけどっていう説明をする機会はないんでね、基本的に日本語で書いてあって、な,なんだかよく分かんないから、入ってたんじゃないのと思われた時点でアウトなんでね、段ボール代は節約する場面じゃないかなと。あとね、えー、国際輸送って激しく投げたり蹴っ飛ばしたりして運びますんで、えー、この、 ダンボールの紙がね、弱いと、あるいは中古だと強度が弱ってたりするんで、えー、ボロボロにばらけちゃったりします。まあ、そのリスクを考えたらね、この強いダンボールを新品で買って使うと。ね、でダンボールがね、1箱1000円とかする商品なら、えー、別ですけど、ちなみにオーストラリアだとね、ダンボール1箱、ね、500円とか1000円しますからね、えー、日本国内はもうダンボールも安いんで、まあえー、新品買って送りましょうということでした。 またね、このケースに微妙に当てはまらないとかいうことね、あるいはもうそうは言ってもこれはどうだというようなね、相談があったらお気軽にご相談ください。まあ、段ボールはね、結構しょっちゅう相談あるんですけど、うん、まあ、新品をお勧めします。そんな形で今回は FBA 納品の節約、ね、節約と言いつつ、 節約するつもりがほとんど節約にならないであんま節約しない方がいいですよという話ですけど、まあ実際問題、国内の世問いと違って、送料っていうね、大きなウェイトを占めるもんがある。あとね、えー、送られて、えー、日本のアマゾンみたくね、えー、受け取ってこれはダメって形じゃなくてね、もう税関で疑われたらそのままもう戻ってきて送料丸ンとで。下手すると扱いが荒いんでね、送料のみならず中の商品ももう 新品じゃ売れないというようなケースがあるんでね、新品の段ボールで疑われず、スルッと税関をね、通るように納品してください。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。